で、なんであんなところで喧嘩してたの？この人を倒すためです。倒す？あのね、彼氏が何したかは知らないけどね。刃物はダメだよ、刃物は。彼氏？血は喧嘩かなんかだと思われてんだろ。私とこいつとはそういう関係じゃありません！とにかく、別れ話とかならちゃんとお互い話し合って、もっと穏やかに、ね。